トーマス・ハンブリートーマス・ハンブリーは、イギリスの商人、園芸家、慈善家である。イタリアのベンティミーリアに、植物園、ボタニチ・アンブルイ庭園を創立した。サリー州のベッドフォードロードに生まれた。17世紀から、キリストとも会に属するクエーカー教徒の薬剤師の家で、兄に、植物学者、薬学者のダニエル・ハンブリーがいる。1849年から、 ロンドンの茶の商社、ウィリアム・ジェームズ・トンプソンサンズで働き、1853年に海外貿易が開かれた上海に渡り、おじの資金援助で3人の共同経営者とハンブリー商会を開き茶と絹の貿易を始めた。1857年に共同経営は解消され、フレドリック・バウアとバウアー、ハンベリー &CO を新設し、通貨取引や、 面の取引で成功し、上海最大の資産家になった。不安定な政治状況の下で、実地を行った上海疎開で、現地の中国人と隔離して暮らす住民が多かった中で、中国語を学び、中国を旅し中国人からも信頼された人物であった。上海の英米議会のメンバーを務め、病院や植物園を設置した。年代後半に、 ヨーロッパを旅し、コートダジュールのモルトラに、イタリアの旧貴族、オレンゴディロキスターンの屋敷を購入し、植物園の設置の計画を持った。1868年に結婚し1871年に、ハンブリーは中国の事業を辞め、モルトラで暮らした。1868年12月に、園芸家で、庭園設計家のルートビッヒヒ・ビンターを雇い、 広大な庭園の整備をはじめ、この庭園は後に国の所有となり、ジェノア大学が管理している。庭園の学芸員として、グストブルーチやグスターベ・クローンメイヤーが働き、クローンメイヤーは1889年に庭園の植物目録を出版した。1897年からアルビン・ベルガーが学芸員を務めた。庭園には1882年に、 ビクトリア女王が訪れるなど、ヨーロッパの貴族が訪れ、新朝の交換、各かさみ等も庭園を訪れた。T ハンブは植物の学名で命名者を示す場合に、トーマスハンブリーを示すのに使われる。ありがとうございます。